私から。いつでも OK です。私から。じゃあ、行きます。今日もまた、宇宙の臓物が、宇宙の臓物を、食らう。食らう。食らう。永遠に続く、今日。永遠に続く、今日。永遠に続く、今日。今日が始まって何日目の今日なのだろう。子供の頃のあの夏の今日、夕涼みに縁側で飲んだあの麦茶の味を不可逆性の今日が阻む。遠く雷がとどろき、流れゆく雲の明治上学的動きは奇かな形を増殖させ、青き空はフラクタルな今日で満たされる。眩しい太陽のもと、暑さに陽炎が揺らぎ、子供たちは森の木漏れ日に戯れ、小川の流れに風が寄り添い、セミの合唱に大地がひび割れ、花の彩りに蝶が狂い舞う。神羅万象が奏でるシンフォニーが鳴り響き、今日を表しねる。今日、裏山の竹やぶで一匹のオケラが産卵し、宇宙の果ての名もなき惑星が寿命を終えた。そして今日、一粒の素粒子が新たに誕生し、我が家のコスモスが一輪しおれた。今日の風が私に何かを問いかけて消えた。私があるから今日があるのか、今日があるから私があるのか、ふと分かった気がして、今日につぶやけば答えはため息に消えた。今日には始まりも終わりもなく、今日の終わりは今日の始まりに融合し、今日の始まりは今日の終わりに融合する。今日もウロボロスの口は自らの尾を食らう。今日は私を中心に過去と未来に不可分に実在し、過去と未来はメビウスの帯がごとく永遠の今日に閉じている。そして私は今日を中心に内と外に不可分に実在し、内と外はクラインの壺がごとく私を中心に無限に広がっている。
個でしかなく、今日以外の今日はない。そう、今日は自己完結なのである。今日に生まれ、今日に生き、今日に死ぬ。そして今日の安全と今日の安定と今日の安楽と今日の平和が今日の墓場となる。宇宙の摂理のままに必然に創出された今日の理想郷に、これ以上何を望むのか。外を求め、破れ障子に死ぬハエよ、遥かな今日の夢を見るかな。どこからか寺の鐘の音が響ききたる。今日は、今日も、今日が、今日に、今日だと告げ、通り過ぎていった。残された静寂は、疲れた夕焼けを、安息な夜へと連れ去った。今日見る夢の片隅に、密かに揺らぐ今日の扉。遥か昔の今日に一人の見知らぬ旅人が今日の扉へ消えていった。今日という不思議な世界に生きる人々。しかしわずかだが目覚めという自由を夢見る者がいる。孤独と闇を越え、知恵と勇気ある者が今日の扉を開く。それは入り口なのか、出口なのか。思考という牢獄に閉じ込められた意味が真理を求めれば、膨らむ知恵の要求にやがて意味は臨界点に達し、エントロピーの濁流に消え去り、創発的に現れた新たな気づきへメタモフォーゼする。今日、庭の池に一輪の蓮の花が咲いた。その蓮の葉からひとしずくの朝露が滴り落ち、鏡のような水面に静かな波紋が広がり、空が大きく揺れた。今日、唯一絶対の存在は究極の歓喜と究極の孤独を同時に味わい、混沌から秩序を生み出し、無限から宇宙をくくり上げ、永遠から今日を切り離し、無から私を想像した。そして今日、私は秩序を混沌へ戻し、宇宙を無限へ返し、今日を永遠へ解き放ち、
絶対の存在の影に無を見ながら究極の孤独と究極の歓喜を同時に味わっている。
排泄する排泄する、ありがとうございます。